審査員による来賓の方々による審査で、それでは特別賞ということで、山王比叡神社賞、庄内大祭賞、赤川花火大会賞というふうに準備しています。では初めに山王比叡神社賞を山王比叡神社宮司で発表、そして表彰していただきたいと思います。お願いいたします。賞状山王比叡神社賞賞状連小金の舞殿非団体は第15回お祖様祭りにして観客の皆さんを大いに魅了し、謙虚の形式を収められました。よって感動を頂戴した者の全てを代表し名誉を伝え、ここに称します。令和元年8月18日お祖様祭り実行委員会実行委員長和田から賞ということで発表していただきたいと思います。広岡市議会議員の今お願いいたします。発表と表彰をお願いいたします。それでは庄内大祭賞を発表いたします。ゆさこいパイレーツでございます。副賞もあるので2名の方、配列より2名、もう一方大丈夫ですか？どんな大きい副賞でも大丈夫です。お願いします。賞状庄内大祭賞うさこいパイレーツ殿、非団体は第15回お祖様祭りにて観客の皆さんを大いに魅了し、当初の成績を収められました。よって感動を頂戴した者も全てを代表し名誉をたたえ、ここに表彰。令和元年8月18日お祖様祭実行委員会実行委員長和田から代読でございます。おめでとうございます。どうもありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ひじさまありがとうございました。赤川花火大会賞ということで、これは発表表彰、公益社団法人鶴岡青年会議所議長の佐藤様にお願いしましょう。お願いいたします。それでは赤川花火大会賞、疾風乱舞さん2名どこにいますか？2名、あ、いました。おめでとうございます。賞状赤川花火大会賞疾風乱舞殿、団体は第15回お祖様祭りにて観客の皆さんを大いに魅了し、当初の成績を収められました。よって感動を頂戴した者全てを代表し名誉をたたえ、ここに称します。令和元年8月18日お祖様祭り実行委員長代読でございます。おめでとうございます。副賞といたしまして、来年度開催されます第30回赤川花火大会の末席と、大
第30回赤羽花火大会の大成功を記念した聖書を送らせていただきます。誠におめでとうございます。